1位は、あーやっぱりそれでポンって合わせる。そうやねん、これやねん。現役辞めてからの健吾、まあ今まではちょっと聞いてみたかったみたいなんで、はい、皆さんにちょっと伝わったと思いますけど、はい、まあじゃあちょっと選手の時の中村健吾にちょっと戻ってください。じゃあ、はい、中村健吾がまずフロンターレでしょ、フロンターレで一緒に、プレーしたフォワードで、このフォワード良かったっていうフォワード、ベスト3。自分ウィン付け好きっすよね。意味あります、自分ウィン付け。いやいや、まあそれはさ、別に俺もそんな聞きたいわけじゃないやで。聞きたいわけじゃない。じゃあ俺今から何を振り絞って話せばいいですか。じゃあ見てる人たちがやっぱフロンターレファンもいるわけでしょ、はい、で日本のサッカーファンもいる。中村健吾がご一緒にやったフォワードで素晴らしいと思ったフォワードは誰やったんやというのを、もうつつけがたいですよ。そうやで、それは分かんねん、そんなもんや。その中であえて、ベスト3をつけるという感じで言ったら、まあ俺はね、ちょっと俺はもう分かんねん大体。いやいや、もうだっていっぱいいましたからね、フォワード。そうね。でもどう、今もうパパパパッと、まあ3人ぐらい、まあもう、いやちょっと絞れてないですね。絞れてない、はい。1位、2位は多分俺はね、あ、1位にはパッパッとあると思うな。いや、勝手に決めよう。3位は、どうでしょうか。3位が1位みたいな扱いだと思う。それでは、いや、3位からですか。3位からいきましょう、3位からいきましょう。いや、けどどうですかね。第3位。はい、はい、3位はほぼ同列ですよ。ほぼ同列っていうの前提で。ほぼ同列前提。いや、もちろんそうや。まあけど言う、まあ3、2、1ですからね。うんうんうん。3位は小林ですかね。3位小林優、はい、いやもうほんとここはちょっと悩みます。3位小林優ですか。違ったんですね。いや、俺は2位やと思ってたんや。小林優が2位やと思ってたんや。いやもうこれ何のランキングなの。何のランキングなんですか。いや、中村健吾のランキング。いや、そうですけど、もうバンドリュージのみたいになって。違う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 。その心は、なんか小林優3位のその心は。いや、2位でも1位でもおかしくないですよ。うん、そうね、そうね、うん、何年一緒にやった。から2010年に入団する。うん、2020までですか。うん、10年。ああ、で一番長いのそのバンドの選手。そうね、そうね。まあ、ルーキーの時から見てますからね。うん、拓殖大学からね。そうそうそう、入ってきて、まあ、最初彼は前十年大学行く時に、うん、そこからまあだから最初リハビリスタートで、うん、あんまりよく知らなかったんですよ、うんうん、まあ、その10年の夏過ぎぐらいから、まあ、ワールドカップ終わった時ぐらいからちょっとずつ出して、うん、まあ独特だったんでね当時、うんうんうん、まあ、今も独特ですけど、まあ、当時から独特で、うん、まあ、最初は本当にこう、まあ、若くて、うん、まだこう青いというか、あ、まあ、点は取れるけど、まあ、今のあの地位まで行くとは思ってなかった。確かに、まあ、けどそこからいろんな経験を重ねて、うん、でチーム勝たせれる選手になってキャプテンやって、うん、で MVP を取って、うん、まあ、その中で自分ともこうすり合わせながら、うん、まあ、いろんなこう練習と試合を重ねてきて、まあ、一番多分自分のそういう、こう癖みたいなのは知っている選手で、うん、まあ、逆に僕自身も彼のそういう癖は知っています。うん、アウンのところ。どういう話すんの？いや、プライベートもかなり仲いいんで、うんうんうん、まあ、家族ぐるみのこともありましたし、うんうんうん、まあ、本当にこうお互い気兼ねなくていうか、うん、行ったらおなんか気分悪くなるだろうなとかっていうのも結構ズバズバお互い言うように。なるほどなるほど。まあ、それが結局こういい関係になっていったんで。あ、まあ、そういう意味ではだから3位はちょっと心苦しいんですけど。これは小林優も見ると思うので。いや、これは本当にこれもぜひ3位かよとか言われて、いや、ぜひぜひこれね、おばんざい屋を拡散してもらって3位の小林優ですということで言ってほしいと思います。いや、言いたくないでしょ、3位。1位なら言いたいけど3位は言いたくないでしょ、別に。なんで3位なんやというの。あ、そういうことですね、はい。それでは第2位。2位は奥越です。お、忘れてた。大久保嘉人忘れてたわ。いや、もうほんと一緒です。うん、もう嘉人と優はもう一緒です。うんうんうん、もう同時期にやったんで、うんうん、そうね。まあ、ただ彼のその、サッカー感というか、うん、彼すっごい、まあ
ああいう感じなんで、うん、結構誤解して見られるんですけど、うん、ものすごいサッカー IQ 高くて、あ、技術もあって、うんうんうん、まあ、どっちかというとそれ以外のこうちょっと熱いところをどうしてもこうフォーカスされてしまいがちなんですけど、うん、だから、まあ、自分もそういうイメージは代表的にありますし、うん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 、ただ一緒のチームメイトになった時に、うん、ものすごい緻密な動きができて、うん、ゴール取るまでにね、 そ, うです、うん、でそこのビルドアップも含めて、うん、こうまあ、自分たちゲーム作っといて、うん、で彼が最初のゴールに入って点を取るっていう、うん、まあ、チームでもありましたから、うんうんうん、そういう意味ではこう本当にこう近い距離でやれる回数が多かったんで、うん、集中できなかったこんな近距離いりますあった方がええんや。なるほど、まずそうね、差し込む絵としてはね。いやいや、もうこれ差し込むんじゃなくて、もうこれをメインにやる。これをメインにやるのこれをメインにやってほしい。こっちが差し込まれる方なんですか、うん、そうや、このここでは。そうそう、いや、きついっすよ、40歳のドアップはいや、そんなことないよ、お前でも結構肌綺麗でありがとうございます、本当に IQ あるな、でもな、はい、うん、そう、急にねまあ、IQ もあるんで、うん、技術もあるし、ものすごいこうやりやすかった。あ、そのほとんど、だから言うとは逆に、あんまりサッカーの話しなかったんですよ。だけど、すごくこう、こっちの今組んでくれて、うん、まあ、それ向こうも一緒かもしれないですけど、うんうん、まあ、そういう意味では、ものすごいやりやすかった。あ、で、かつ、まあ、手元でカウントに取っていました。3年連続、いや、得点王やろ。なかなかないと思うんですよ、3年連続は。フロンターレ戦でもね、ちょっと取りましたから、ね、はい、あれびっくりしましたからね。ね、その大久保嘉人が第2位、ね、小林優は第3位なんでまた優優が怒るそして第1位は1位はジュニーです。あー、やっぱり絶対そうだと思ったいや、だから逆にですよ、2位誰だったんですか。あ、3位やな、2位が小林優やと思ったから。あ、じゃあ3位は、ちょん訂正。あ、そうそう、まあ訂正も、うん、もうほぼ一緒です。あ、まあ、ただ順位付けすると、まあ、訂正はちょっと時点やな、はい、時点、まあ、時点、はい、うん、次の点やめろ、時点あんま良くないでしょ、時点はこれ絶対訂正に怒られるなんでですかって絶対言ってました。まあ、訂正にもこれをぜひ拡散してもらって時点でしたっていう。やめなさいよこれは、中村健吾が、いつフロンターレに入ったんでしたっけ。2003年です。で、彼は同期入団。2003年、はい、パルメラスから、からブラジルからフロンターレに入って、僕は大学から入って、うん、まあ、ちょっとその1年目は僕もトップ下だったんで、うん、結構かぶっててポジション、うん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 、まあ、ただそれでも彼 の, そのスピードとクイックですと、うんうん、まあ、このサッカー IQ のところはすごいなっていうのを思っていたので、うんうんうん、まあ、ただその2年目に、まあ、僕がティケティケ監督にバラティコンバーとしてしてもらって、うん、で、この縦関係になった、うんうん、そこからですね、もうとにかく要求をされて、うん、要は下げるな、横出すな、うん、前に出すな、うん、で、こうそれをこう失敗も、うん、こう成功も重ねながらやり続けたことで、うん、その自分のボランチとして の, そのキャリアにすごい大きな影響を与えたんです、うん、要はその前ボランチで前を向いてくさびを出して入っていくっていうそのプレースタイルは、うん、彼なしでまた気づけなかった。いや、そうなんですよ、このパッと向いてパッと出せる、これがねやっぱりフォワードからすると最高なわけですよ。その前の選手もやっぱりマークをかいくぐって顔出してるので、うん、そう、あとは裏に飛び出してるんですよ。それを逃すなと、うん、で結局それを言われ続けたんで僕もやっぱ意識をしますよ、うん、でそれを出せるようになってきて、うん、それがいつの間にかこうこのフロンターレのホットラインとして言われるような、うん、で自分も自信をつけて、うん、で結局代表選手にまでしてもらったんで、うん、多分彼がそういう、 こう指導みたいな、うん、試合をやりながら一緒に教えてくれなかったら、うん、今の自分にない、うん、そういう意味では本当に彼と出会えたのはすごく幸運でした。いやいや、まあでもそれをさ、できるできひんみたいなのもあるわけやん、それ言われても、はい、いやできないって言ったこともあるんですけど、今は無理っていうこともありましたね、うん、結構できる。これちょっとじゃあ、ちょっとそのどう向くのかというのをちょっと教えてもらいましょう、ね、あそこボールがありますから本当だボールありますからこれさ、ずっとなんであんなのかな
どう向くのかみたいな、知っといた方がいいと思うね。はい、攻撃方向はあっちだとすると、そうこうやって棒の正面入ってこっちに背中を向けた状態で受けると、うん、ボールもらっていいですか。はい、要はもう全然こっち見えてないわけ。見えてない。だからそこからまず言われました、容易にこの格好でやることが多くて、うんうんうん、だけどそれはもうすぐ、うん、割とすぐ、うん、もうこの半身って言うんですけど、うんうんうん、まあ、監督も言いましたし、おん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 、まあ、自分でも分かってたんですけど、おん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 、要はそれをもう癖づけるような、もうポジショニングも含めて、おんおんおん、ボール来て、いや、バッと来なくていいから、こうしてからこう向くのじゃ遅いし、こうやってる間に相手を確認せずにこうボールを取られてしまう可能性が、やっぱこの姿勢ではあるんで、常にまずその正面に入らずにこう角度をつけた上で体を半身って言うんですけど、半身ね、こういうふうに、うん、で、もうちょっと相手も見れるし、うん、それを常に意識したポジショニングを取ると。なるほど。で、ボールを受けた時に一回で前を向くっていう、うん、ここがだから OK って言うんですよ、この角度と、うん、こう、そうね、しかもその立つ位置も正面じゃなくて、うん、ちょっと角度斜めに作って、斜めに作る、相手とこう、もうまあいろんなものを見れる、うんうんうん、まあ、もちろんこっちでも一緒ですけど、うん、でファーストタッチで、うん、一発で前をしっかり止めて前を向く、うん、ここですね。うーん、そうすると、まあ、見えるんで、うん、その次にもこうパスを出す。なるほど。え、それで言うとさ、こういう、まあ、剣豪こういう止め方する、まあまあずっと見てるやん、はい、でもそれでもめっちゃ狙ってたボランチとか嫌なプレイヤーとかいた、はい、いました、いました。誰が、ベスト2え急に新企画2位はコンちゃん、コンちゃん距離感の詰め方がもう半端がない。そうね、そうね、ぶつかると痛いんですよ、彼、あごも、エラも出てるしな。それはまた別の話だ。サッカーに全く関係なかった、関係なかった、すいません、すいません。まあだから彼が近づいてきた時はもう簡単にプレーするようにしました、うん、あ、彼から離れた時にはしっかりプレーするっていう、うん、よっしゃ、はい、だって来てるなって言って、もう一回自分が前向いてプレーするためにやってたんです。なるほどなるほど。それはじゃあコンちゃんが、はい、2位ということで、はい、第1位は三つ男さん。三つ男、三つ男さんはもうとにかく来ましたから、三つ男、はい、はぁ、鹿島と川崎がやるたんびに、うん、最初に来て、うん、次も来て、うん、もういかにあの人をかいくぐるかしか考えてないんですよ。はぁ、いや、それがこうタイトに、まあ、イタリアに行かれてて、うんうんうん、で戻ってきた時に、うん、そのもうそれまで攻撃的な選手、いや、そうやで、攻撃的な選手はもう中盤のボランチで、そうね、バトル、あ、こんなに変わるのかって思うんですよ。いや、要はどっちも対戦してるんですよ、ああ、ああ、行く前の水戸さん。ああ、なるほどなるほど、ああ、ああ、そこのこの距離の詰め方と、まだ実際にボールダッシュして、でそこからもう直結する、得点直結するパスを出せる、すごい嫌でした。あいつ足遅いけどな。いや、だから上手いんですよ、だからそれもだから含めて上手い距離、それを向こうで多分学んだんだ。ああ、がっつり取るとか一番大事なのは前を向くことですから、サッカー選手は。これはいや、これも自分の中で絶対なんで、はい、まあ、もちろんそれができないときに、まあ、もちろん下げたりするんですけど、それをどこギリギリまでどこまでやるかっていう、それはそのボランチとしてですか、それともトップ下としてですか。まあ、中盤の選手、中盤の選手、はい、まあ、フォワードの選手も前向くのが一番いいですけど、あ、まあ、なかなかね厳しいところもあります。中盤の選手でいかにやっぱり前を向くかっていうのはもう必ず必要な要素だと思ってる。これはあれですか、もうロールモデルコーチでも教えてるんですか。ああ、だから年齢関係ないと思うんですよ、どの世代でも多分それは必要なことだと思うので、それはもうどの自分がその現場に行っても言うように。確かに、そりゃそうやな。健吾の目、健吾の目、これね、フォワードを、はい、フォワードとして、はい、まあ、やってたらやっぱな、 A 中盤は目がめっちゃ合う。でもどのタイミングでさ、ずっと見てんの、フォワードのこと。ボールが来そうだなって時に一回もう見てます、うん、でボールもらって、で、この時にもう、うん、そんな何回も見ないですよ。
中身、はい、でもそれはもう一回見たら頭の中に動いもう大体残ってるの1秒後とかもう 0.5 秒後の世界みたいな、うん、いやでもさフォワードからしたらさ例えばそれがさこう待っててさ開くやつもいればさここに欲しいやつもいるやん、はい、それはもう練習で合わせていってそいつの癖を見るってこともうそうだし、うん、あとは1回で止めることですここで1回止めることで視線が上がるんで、うん、ああそうするとバンドさんがこうどっちにそのプルアメもそうだし中に入っていく動きをどっちもこう対応できるんで、あここの時間を短くするっていう、なるほど、ここに時間がかかってる間に、うん、バンドさんが動いてても見れないわけじゃないですか、だから1回で止めろってずっと言ってました選手で、なるほど、それが1回で止めれることが合図になって、うんうん、逆にフォワード選手は、うん、ブロックださる。パッて止めたら、これで動きやすいね。そう。そうやねん。で、それで、ポンって合わせる。そうやねん、はい。これやねん。これがね、やっぱできる選手とね、できひん選手がいんのよね。中盤によってもさ、その動き方とか動く、そのタイミングがいい悪いとかやっぱある？健吾は例えばフォワードのさっき言った選手たち以外の選手たちやったら、はい、いやもっとこう動けばいいのにとか、あもうそんなしょっちゅうですよ、だから合わせてました、そのたんびに終わった時とか練習でも、ああ今前向いたから、うん、もう動いていいよとか、うんうんうん、あそれだとちょっと早いと、うんうんうん、もうそれってすりやすい、じゃあ健吾的には基本的にまあなんか前向いた時はもらいに下がってきたい人いるやん、はい、それよりももう狙ってほしい、狙ってほしいです、あそうや、最初は狙ってほしい、そうやな、でそれがあって最初で下がるの、それがあって、うん、そこでまた受けに行った時にスペースができる、ね、そうね、より多分その人は外へ押しやすい、一回やりたかったな剣ごとやるか、あの草サッカーで今後多分なんかいろいろ呼ばれると思うで、なんかあのなんとか、ドリームマッチとかさ、そういうの、あ、まあまあ、そういうのやる、いや別にやれないことはないですけど、あそうなの、はい、スパイクを俺は中村健吾に紹介してもらいます、はい、ピッチを最後踏めなかったスパイクです、いや言い方があれ